己の信念を胸にさほはれ。声をとどろけ、夜のその向こうへ、涙で滲んでた。いつもありがとうございます。ようこそ、リエ。夢、プレゼントは身長は高いですが、交渉は低いラーファイル、ポッターキューチラーファイル、キヨです。先日ですね、マグカップを販売したんですよ。そしたら応援してくれるラーファ信者の方が早速使ってくれて、その写真がこちらですね。一般的にマグカップってコーヒー入れますよ、紅茶注ぎますよ、お茶しますよ。この使い方は新しいですね。スープはわかる。スープはラファエロもよく飲む。カレー牛丼冷やし中華をマグカップに入れて食べるのは初めて知りました。ユニークですね、使い方が。ちょっと自分もやってみようかな。カップ麺食べるみたいな感じになるのかね。アカウント名、石化人間ケイトさん、きっと楽しんでいただきありがとうございます。とっても嬉しかったです。続いてはこちらのコーナー、ディズニークイズ D お互い挑む。シンデレラにまつわるさまざまな作品が展示されているシンデレラ城、フェアリーテールホール。ここではシンデレラのガラスの靴が展示されていますが、片方のみ置かれています。ではなぜ片方のみなのか、理由をお答えください。さて今日のクイズがフェアリーテールホールですね。ガラスの靴は2つで1つ、ホールに2つ揃っていないのはなぜでしょうか。シンデレラのストーリーを思い出してください。そうすれば答えにたどり着きますよ。正解は、義理の母トレメイン夫人によって一足壊されてしまったためでした。物語を振り返ると、シンデレラがお城で落としたガラスの靴をもとに王子様が村へ探しに来るんですが、継母トレメイン夫人が意地悪をしてそのガラスの靴をバリンと割ってしまうんですよ。そこへシンデレラが持っていたもう一足のガラスの靴を持ち合わせ、王子様に認められ結婚し、めでたくハッピーエンド。そのためフェアリーテールホールにはガラスの靴が一足のみ展示されているという物語。いかがでしたでしょうか。アカウント名、小山さん、素敵なクイズをありがとうございます。とても素晴らしかったです。そして今日のクイズがディズニーランドですね。以前動画で友達に自慢できるトリビア5000というものをプレゼンさせていたんですが、今回は打って変わって友達にドン引きされるトリビア5000です。少々マニアックな内容で、うわこいつやべえわって思われるトリビアを5つラファエロの独断と偏見で厳選させていただきました。当日は友達に惹かれる覚悟を持って楽しんでください。それでは早速、マニアトリビア5000、ここは今からプレゼンです。いきましょう。うたとちれー残響。アトリエからのお知らせです。下の概要欄からチャンネル登録、 SNS のフォローをお願いいたします。グッズ販売サイトでは LINE スタンプに電子データ公式グッズを販売中。クリエイターとしてデザイナーとして夢を応援いただけたら嬉しいです。一緒に楽しんでいきましょう。よろしくお願いいたします。Hello everyone. Please enter the park in your refreshment. ようこそディズニーランド。それでは早速マニアックなイマジネーションの世界へと皆さんをお連れいたします。イマジネーション、まず最初にご覧いただきたいのがワールドバザールに佇む建物です。こちらの建物、3階建てのデザインに注目していただきたいんですが、窓や高さの寸尺が上に行けば行くほど低くなっているのにお気づきでしょうか。全体の高さを10とするとおおよその割合が5対3対2ぐらいの割合でしょうか。それに加えて3階建てに見えるデザインなんですが、実際のところ中に入ると2階建て構造です。
これはトリックアートの技法で遠近法を用い実際より高く大きく見せ存在感を出せる作りになってます。ワールドバザールの世界観に迫力を感じるのはそういう魔法がかけられているから。この遠近法の技術はシンデレラ城の外壁にも使われていて、外壁にあるレンガのブロック一つ一つにご注目ください。下に積まれているレンガは比較的大きいレンガが使われていて、上に行けば行くほど小さいレンガが積まれています。これにより目の錯覚でシンデレラ城が実際の高さよりも実際の大きさよりも高く大きく見える、そういう魔法がかけられていると。お気づきになりましたか？続いてのトリビアは、線路は続くよどこまでもウェスタンリバー鉄道より。ここには世にも珍しい生きた化石と呼ばれる、通称ジュラシックツリーという世界最古の種子植物を見ることができます。ジュラシックツリーは正式名称ウォレマイパインといい、約2億年前から1億5000万年前、恐竜が生きていた時代から絶えず荒廃し、時を超え今の今までに生き残り続けてきた珍しい植物です。日本には数えるぐらいしかない非常に希少価値のある植物なんですが、じゃあ一体どこで見られるのかというと、鉄道が恐竜のトンネルに入る直前の進行方向左側をご覧ください。そこに植えられてます。世にも珍しい生きた化石ジュラシックツリーをお見逃しなく。さらには大人気アトラクション、ビッグサンダーマウンテン。ビッグサンダーマウンテンは機関士のいない無人の鉱山列車が暴走して走り出すという物語なんですが、完全に無人のアトラクションと思いきや、こっそり人が存在していることをご存知でしょうか？彼の名前はセドナ・サム。元ビッグサンダーマウンテンの採掘現場監督で、採掘中に岩崩れにあって生き埋めになったところを、彼の隣にいる愛犬のディガーが助けてくれたという物語があります。彼の存在が認知されていないのは無理もなくて、アトラクションビッグサンダーマウンテンからは見ることができないからです。彼の姿を確認できるのは蒸気船マーク・トウェイン号、ウエスタン・リバー鉄道、そしてビーバーブラザーズのカヌー探検の3つのアトラクション。この3つに乗車の際はぜひセドナサムを探してみてください。さらにはこのセドナサムの兄弟がディズニーランド内にいることはご存知でしょうか？場所は変わってカリブの海賊。己の信念を胸にさあ吠え、奪われた誇りと自由のため。カリブの海賊の一体どこにいるのかというと、乗船後青い霧を出てブルーバイユーレストランを過ぎたあたり、左側をご覧ください。椅子にゆったりもたれながらパイプを楽しんでいる姿が印象的なんですが、彼の名前はチャーリー・サム。姓は同じサムで、セドナ・サムの兄弟です。兄弟ということもあり、どことなく雰囲気は似てますね。お暇ならビッグサンダーとカリブの2人のサムを探してみてください。そして次がモンスターズインクのライト&ボーシック。モンスターだ。サリーやマイクでおなじみのフラッシュライトかくれんぼゲームなんですが、ここでぜひ探してほしいキャラクターがいます。全身オレンジ色の毛で覆われた手のひらサイズのキャラクターロッキーです。一見普通のモンスターに見えるんですが、なぜこのロッキーを探してほしいのかというと、映画モンスターズインクシリーズにこちらのキャラクターは出てきません。東京ディズニーランド限定のキャラクターだからです。ロッキーに会うにはライド&ゴーシックに乗車するしか方法はないんですが、一体どこにいるのかというと、アトラクションの最後で段ボールの中から手を振るブーが出てくるんですが、その頭の上のヘルメットにご注目。ロッキーがヘルメットを持ち上げてひょっこり登場するのでお見逃しなく。可愛い顔してめちゃくちゃのぶとい声でお見送りしてくれるので、そこにもご注目です。バイバーイ。そして5つ目が、夏といえば欠かすことができない恐怖のお屋敷、ホーンテッドマンション。部屋が伸びているのか、それとも諸君の目の錯覚なのか、よーく見るがいい。ここには999体のユニークで個性あふれる様々な亡霊が住んでいるんですが、特に有名なのが3体のヒッチハイクゴースト。右からガス・グレイシー、エズラ・ドビンズ、フィニアス・クイークです。ヒッチハイクをしている彼らなんですが、フィギュアになったりポスターになったりと、ホンテの顔とも言えるべき存在なんですが、面白いのがホーンテッドマンションとは全く関係のないアトラクションで、彼ら3人ヒッチハイクゴーストのパロディーを見れるというところです。それがトゥモローランドにあるスターツアーズ。
スターウォーズの世界を楽しむ予測不能な宇宙旅行をテーマにしたアトラクションなんですが、ここの Q ラインに3人のヒッチハイクゴーストをパロディーにした3体のヒッチハイクドロイドロボットがいます。どことなく3体のロボットと3人のゴーストの体型も似ているところが面白いですね。ちょっと2万光年先まで乗せてってくれないかと言わんばかりです。こんな風にアトラクションの垣根を越えてゲストを楽しませる工夫が至るところに散りばめられているので、ぜひご覧ください。さて、今日プレゼンした5つのマニアックのトリビア振り返りです。ワールドバザールの遠近法に、ウエスタンリバー鉄道の生きた化石、ビッグサンダーマウンテンのサム兄弟、ライド&ゴーシークのオリジナルキャラに3体のヒッチハイクゴーストとロボットと、どれもこれもマニアックな内容で何のこっちゃの話なんですが、ディズニーのよりディープな世界観を堪能したければこちらの5つを友達にドン引き覚悟でお楽しみください。プリンス&プリンセス、それではごきげんよう。What is your dream? 皆さんの夢共有させていただきます。アカウント名、赤猫カルマチャンネルさん。僕の活動の夢はディズニーをそこまで詳しくないけど、ディズニーの楽しさを自分なりに動画で共有することです。カルマさん、素敵な夢をありがとうございます。実のところ、竹内ラファエロ京都もディズニーには全然詳しくなかったんですよ。ただ何より見てくれている視聴者さんが喜んでくれて、もっと自分らしく、もっとディズニーをと考えやっていたら今の形になりました。なので大丈夫です。これからはカルマさんらしくディズニーの楽しさを周りの人にシェアしていただけたら嬉しいです。同じクリエイター同士楽しんでいきましょう。素敵な夢を